中野直行は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。徳川家康の重臣、井直政の家臣。井氏の分家筋に当たる中野家に生まれる。父、次回吉は井直森から井氏の名代として井い,い谷を任されたほどの有力者だった。また、自身の妻が直森の養子し、伊忠正親の妻の姉妹であり、井本家に近い存在だった。 自家吉は A67 年あるいは A68 年、いいが属していた、今川氏真に背いた、ひくま城攻撃の際に戦死した。直行もまた、いいに従う。徳川家家臣、松下政景の養子となっていた直親の維持、虎松が徳川家康に越見する際、直盛の未亡人、悠椿にの命令で家臣として随行。いい谷を出て、浜松城に入っている。 慶長10年6月14日死去。長男、清徹は出家していたが、原続して三親と名乗り家督を継ぐ。慶長19年と翌20年に起こった大阪冬の陣、夏の陣では、彦根城の城代を務めている。中野家は、直政の次男、直隆の直系である宗家、いいかもんかしらいへの過労となっている。 次男は、松下成景の養子氏となり、一定と名乗る。成景の養子、虎松が、いい万千代と解明し、いい死を再興したための措置だった。松下家は、直政の長男、直勝を初代とする文家、いい兵部商有家の家老となっている。三男は元、元外武田氏家臣の猛将広瀬警房の養子氏となり、消防と名乗ったが、 慶長20年の大阪夏の陣において天皇寺口にて戦死した。ありがとうございます。